写真拡大。新人女性ジョッキーの今村聖奈騎手、立東寺島亮厩舎が13日の阪神 8R4 歳上一生クラスダート 1800m 12頭立てでデビュー17戦目にして初勝利を挙げた。持久者の管理馬で単勝5番人気のブラビオボス4歳チチルーラーシップに騎乗、5番手で折り合いじっくり足を溜めた。直線に向くと強く手綱を動かして相棒を鼓舞、鮮やかに差し切り2着の同ホースザク岸田裕二騎手に1馬身3スラッシュ4差をつけた。ゴールの瞬間はスタンドの観客からも祝福の拍手と歓声が上がった。今村聖奈騎手はこれまでたくさん乗せてもらっていたのに失敗ばかりでもったいない競馬でした。今日の午前中もいっぱいチャンスのある馬に乗せてもらいましたが結果を出せなかったんで、何回も同じ失敗をしてチャンスがすぐなくなると思うので馬の力を信じました。馬に感謝したいです。今日も同期の角田大川騎手が勝っていたけど自分自身メンタルは安定して乗れていましたと安堵。先生とスタッフとオーナーに結果で恩返しできてよかったですと演じました。